ラブスマイルのフルスロットル。実質ナンバー。みんな何に行くんだろう。外線42台入った。46台。1番1番これがね、ちょっと出るか、京都出るか。すいません、お待ちしました。おはようございます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 。本日もカラッと吉祥寺イースト店にご来店いただきまして誠にありがとうございます。店内こしられますと大変危険ですので、ごゆっくりご入場くださいませ。今日はかなちゃんに会いに来たよ。おはようございます。どこだ。あ、来たよ。12人分待ってたよ。やったー。おきどき、おきどき、おはようございます。ラブスマイルです。どうでしょう。斬新なオープニングね。並んでみたよ。初めてこのポスター使っていただいてるの。小田井月です。テカテカと。まゆみです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。本日はパラットさんなんですけど、店舗を変えまして吉祥寺イースト店さんまで配線させていただきます。抽選はもう済んでおります。大確保も済んでおります。はい、聞かなかったことにしてください。抽選の件はね、ちょっとさらっと流して。私1番だけどね。いや、もうすごい並んでたから。私13番ですけど、すごい並んでたから。そうだね、なんかもう見えなかったもんね。決して、決して20番とかね。後ろのが早いとかそういうんじゃないですか。全然そういうんじゃない。それでね、今日はね、私が勝手にね、台を選んじゃいました。個人的にファンの方からぜひとも、おきどきを打ってほしいという要望をツイッターでいただきまして、それをね、機に、ここを機におきどき打とうってことでちょっと巻き込んじゃって。そうです、ね、もう私は抽選の時点で今日持ってねえなと思って、で、一番引いた持ってるまゆみちゃんの横で打ったらもらえんじゃねえかなと思って隣に行くとは決めてたんです。詰まってた。で、来た。行って、あれ肛門茶碗にいないってなって、奥のサラバにもいないみたいな。これまさか横のキンキラキンにいんじゃねえかなって思ったら奥の置き時にいたって。うぅみたいな。そうそうね、あの可能性あるね、肛門茶碗もサラバも、うん、でしょ、うん、いい読みしてるって。読みはよかったよかった。で、それでもし外線もいなかったらビンゴ行こうとしてたからね。さすがにこのね、うん、この手では行きませんよ、さすがに。たまに行っちゃうかもしれない。でも、置き時も恋持ち悪いからね。そうですね、まあそこはニコイチってことで。そう、どっちかがね、そう、最初チャンスモードで解除できれば問題ないので、うんうん、朝一、みんなにチャンスがある。200以内に当たることを信じて、ね、頑張ろう。5? いやー無理だよ。外線はね、もうちょっと私はね、極めてからこういうところで打ちたい。まだ自信がないです。ご諭吉では無理。基本そこだよね。引きたい、引きたいから。けどもですよ、ね、ていうか開始何時間かで終わる可能性あるある。置きどきだって十分あるからね。あ、そっか、うん、あれでもほらペカ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 、そうもうね、かなちゃん光らせて。ダメだったら、ダメだったらっていうか、もう違う、もうジャグラー行くかもしれない。振り向いてくれるかな。かなちゃん、うん、かなちゃん、はい、こうなってああなってこうどうなってそのプランを作る。あ、もうチャンスモードで当たって、まあ、天国移行して、天国移行中に、まあ、スイカとかで、まあ、そこでもう確定薬か中段チェリーで超ドキドキ、スーパードキドキモードに。だって入れたことあるもんね、超ドキドキ。あ、でも超はない。超ない、ドキドキ。そう、ドキドキだったっぽいから。それ優等生、はい、優等生じゃないじゃん。はい、私優等生じゃないの。そうですね、私はひたすらもうレバオン頼み。もうはい、超ドキドキ。超
のドキドキにもうまず最初から入れる入る中断チェリー引けば 50% でそれか入れなくて もう天国引きまくればいいんですよ。天国ループすればいいんでしょ。そう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 、まあ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 、ちょっと雑優等生じゃないから雑まあ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 、じゃあおいおいね、スイカで当たればモード上がるかもしれないから、スイカで当たることになって頑張る。そんな当たんねえけど頑張ります。はい、それではこれからオキドキ打ち始めます。はい、頑張ろう頑張ろう。まずね、はい、いってらっしゃい、ゆきち様。とりあえず、設定変更後は3分の1でチャンスモードに移行して199ゲームでが天井になるから、はい、チャンスモードに行ってれば200以内に渡る。いや、それは行きたいな。チャンスモードっていうのがある。ごめん、これどれ狙えばスイカが止まる。スイカを狙えばスイカが止まる。わかった今一番ないとこだったじゃん何狙えばいいんだろう。なんかあったよね。え、しかもスイカかな、スイカかな。スイカだったら話は違うよ。またモード上がりやすいから。マジで。でも通常点ですよね。勝手に止まっちゃった。目押しいらず。はい、まあレグ、ね、レグ大事なのはこの次。 OK、 OK、はなちゃんは無理でしょう。これいつ光るタイミングか分かんない。あ、チェリーで光りました。イエス、今日優秀だね、立ち上がりね。通常ですね。はい、揃えてよろしいですか。まあ目押しいらないんですけども。あ、珍しいよね、このスタートダッシュ。2人ともいくよ。いけ、せーの、いくよ、6回目、せーの。分かんないね。私次光る気がする。せーの、あ、せーの、あ、うまくいかせました。8回、上がったかな。いや、これ天国に上がったか、通常 B に上がったか。じゃあ今もう天国で当たったってこと。あ、天国に上がった。この次が落ちてるかもしれない。あ、怖いこと言わないで、言わないで。いや、通常だから落ちてるかもしれない。だから。バケー。バケだけど、まあ、でも、はい、天国でした。天国。やっぱチャンスモード熱いんだね。熱い。私回していいですか。次で引かなかったらない。なあなあ、天国にはいない、いないです。でも最初48で当たったんで、もし設定変更後のチャンスモードで当たってたら、今内部的には B にいるので、次連チャンするまではやめない。行きましょう、行きましょう。なんかやってる、なんかやってるなんかやってる。怖い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 、あの人怖い怖いよ。あっ、私の念が通じなかった。22回、めっちゃ触ってる。あるんでしょ。めっちゃ上がってる。どうしようどうしよう。天国の特訓だけあるよね。いくよ。
ありそう。残念でした。まあまああるよ、天国一発抜けとか簡単に。そう、簡単にあるんだよね。簡単にある。大丈夫、天国即抜けは簡単にある。また引くよ。引けよ。あーそっか、はい。なんかやっぱスロットの厳しさを知るね。あ、一人お亡くなりになりました。お、相談する？行っちゃう？え、行くよ。これはね、やめられないんですよ。これまだ B の可能性が残ってるので、 B だと天国に行きやすいから。次が、あっ、びっくりした。追加投資して矢先のことですけど、231ゲーム、軽い。レバオン解除。レバレバオン解除。前のゲーム、前のゲーム。前の、え、子役引いてない。ああ、なんかさ、いや、なんかさ、こうゆっくり噛み締めて押したかったのに。結構待ってくれないのね。あたいがふー、あらまー、まあ、当たんないよりはいいですけど。すいません、当てます。ありがとうございます。
さそう。いけた。これが6。勝ったよ。しかも7。安定期とかあるのかな。バブルケーキみたいな。え、あ、おお、すごい。チェリーっぽい。おお、上手。しかもビッグ。通常点メスでした。あ、ありがとうございます。ビッグビッグという、うまい。2人目がお亡くなりになられました。2人目。どうしよう、どうなん。でもメダルはあるよ。高田先生的にこの台どうなん。最初チャンスで当たったとしたら B にいるから、これが連チャンするまではやりたいんだよね。で、単発が続けば続くほど B の可能性って高まるから、一回天国抜けるまではやりたい。あの恥ずかしいやつ、あれ、もう嘘でしょ。もうあのプチ情報です、まあ、皆さんは知ってるかもしれませんが、天国中のレア子役解除はモード移行しないらしいので、天国にずっといてるんであればまた光ります。何もなくとも光ります。どうぞご覧ください。まばたき、ビッグ確定ですね。1ゲーム連。初めて見たまばたき。ね、ね、あの一瞬さっきのボーナスの取りこぼしの分がピカって光ったのかなと思った。いただきました。
縄行こう。オケソロ打つには沖縄行こうかな。はい。というわけでお互いいいところで前半戦をこのまま終了したいと思います。はい、次ね始める時のレバーのためにこれから少しお食事してちょっと溜めて帰ってくる、ね、というわけで前半戦お疲れ様でした。もうガン見しといてかな。でもいいよ、でもいいよ。さすがに、さすがに。おわっ、すごい。あっ、着いた、着いた。